こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、21歳で元 GP250cc チャンピオンに輝いた、イタリアの天才ライダー、マルコ・シモンチェリの生涯と、2011年元 GP マレーシアグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。元 GP といえば富澤翔也選手を思い出すわね。あの事故は確か2010年だったわよね。2年連続?そういうことだな。状況も富澤翔也選手の時と類似しているな。順を追って解説していくぜ。頼むわね。マルコ・シモンチェリは1987年1月20日生まれ、イタリア中部のカットーリ角の出身だ。7歳の頃にレースを始めると、1999年、12歳の時にはイタリアのポケバイ選手権でチャンピオンに輝いた。2000年も連覇。2001年、14歳でイタリアのミニバイク選手権に初参加でチャンピオン獲得。翌2002年にはヨーロッパ選手権の 125cc クラスでもチャンピオンを獲得した。この頃の活躍ぶりはバレンティーノ・ロッシー上だ。ロッシーは16歳になってイタリアのミニバイク選手権で優勝、ヨーロッパ選手権 125cc クラスで3位入賞だ。ちなみにこの髪型はオシャレでやってるの?いや、地毛だ。イタリア出身の先輩ロッシーには、鬱陶しいからキレと冗談でよく言われていたそうだ。この2002年、たまたまマッテオーニレーシングチームでヤロスラフ・フレッシュがシーズン途中に脱退し、その空席でシモンチェリは元 GP デビューを果たす。マシンはアプリリア RS125R。シモンチェリの母国、イタリアで製造された2サイクルマシンだ。デビュー戦は第10戦チェコグランプリ。シモンチェリは125区クラス27位でとにかく完走はできた。加藤大二郎が元 GP クラスで自身最高の2位を取っていた。この2002年の最高位は第11戦。ポルトガルグランプリでの13位。総得点はそのレースで得た3ポイントで、37人中33位だった。さすが世界最高峰レース、これまでのようにはいかないわね。2003年からいよいよ元 GP125cc クラスフル参戦だ。今年もマッテオーニレーシングに所属。シモンチェリは以降、この時割り当てられた58番のゼッケンナンバーを愛用する。シモンチェリは年々腕を上げた。2003年の最高位は最終戦、バレンシアグランプリの4位。シーズン総合では21位。2004年はローチブラボーチームに移籍。第2戦、スペイングランプリでなんと初優勝。表彰台はその1回きりで、シーズン総合11位だった。125cc クラス初優勝、おめでとう。2005年はノカブレ IT レースに名を変えた同チームに在籍。開幕戦スペイングランプリでポールポジションからの優勝。その優勝1回を含む計6回表彰台に上り、総合5位だった。そして2006年、19歳の時だ。前年の活躍が評価され、メキスジレラチーム移籍。元 GP250cc クラスにデビューした。まだ19歳よ19歳。マシンはジレラ RSW250。とは言っても実はアプリリア製だからこれまで慣れ親しんだ RS125R の感覚ですぐ乗りこなせた。でも排気量が2倍になったんだから倍のパワーよね。ああ。RSW250 は完走重量 100kg しかないのに2サイクル2気筒でなんと107馬力。スペックは尖りまくってるな。2、2班で100馬力超え、大型キラーね。シモンチェリは最高6位。表彰台こそ登れなかったが、完走したレースの多くはシングルフィニッシュ。シーズン総合10位だった。ルーキーオブザイヤーはわずかな差で日本人ライダーの青山周平に持っていかれた。続く2007年も最高6位。総合10位で前年並みの成績だった。世界の壁は厚いわね。これって腕の問題なのかしら?いや。どうやらシモンチェリ自身はとっくにチャンピオン取れる技能レベルで、どちらかというとマシンの戦闘力の問題だったようだな。というのも翌2008年、マシンが新しくなったんだ。アプリリアの新型 RSW250LE。スペックシート上の数字はこれまでと大差ないが、トラクションや加速が良くなった。2008年、第3戦ポルトガルグランプリ。250cc で自身最高となる2位。3年目にしてとうとう表彰台に上ることができた。第5戦フランスグランプリで再び2位になると、次戦、故郷のイタリアグランプリでいよいよその時が来た。シモンチェリ、元 GP250cc クラス、初優勝。おめでとうシッチ。なおこのレースでは物議があった。シモンチェリは最後までイクトル・バルベラと優勝争いを繰り広げる、熱いレースだった。残り1周のストレートで2番手のイクトル・バルベラがシモンチェリを抜きにかかったが、シモンチェリが急にコース変更したため接触。トップ2台が接触?エクトル・バルベラは激しく転倒しリタイア。怪我はなかったがマシンは走れる状態ではなかった。
その結果シモンチェリが優勝したんだ。まさか恋の接触じゃないわよね。どう裁定されたの？優勝取り消し？いや、優勝は確定した。ペナルティーなし。安全委員会から厳重注意を受けただけだ。というのもバルベラの大転倒は、確かに根本的な原因は進路妨害かもしれないが、マシンのブレーキレバーが露出しており接触で前輪ブレーキが強力にかかってしまったことが大きかった。接触って、バルベラ選手の方はブレーキレバーが接触しちゃったのね。マシンの問題が大転倒につながったのね。その後もシモンチェリは解消を重ねる。アプリリアから成績が認められ第10戦ドイツグランプリからはワークス仕様の RSA250 が供給された。シモンチェリは第12戦日本グランプリなど計6戦で優勝。この2008年は 250cc クラスチャンピオンに輝いた。初優勝からのチャンピオン来た。翌2009年はディフェンディングチャンピオンとして戦う。しかし開幕直前、気合が空回りしてしまった。なんとモトクロスで練習中に転倒し、右手を骨折。これで開幕戦は欠場。2戦目の日本グランプリもまだ右手に不安があり17位だった。第3戦から調子を戻し、前年と同じ計6勝を挙げた。最終戦までチャンピオン争いはもつれ込んだが、シーズン総合3位だった。チャンピオンは青山博士が獲得した。優勝回数は4回だがコンスタントに上位に入ってポイントを積み上げた。この2009年は前年アプリリアのワークスと繋がった縁で代役としてスーパーバイク選手権にも出場できた。シモンチェリにとっては生涯唯一の出場だ。フル参戦していた中野真也が2009年9月、第11ラウンドのドイツ戦で首を負傷し、代役として第12ラウンドのイタリア戦のミアプリリアから出場したんだ。レースは2レース制。レース1はリタイアだったがレース2は3位表彰台に上った。代役として十分な活躍ができた。中野真也が負傷を理由に引退表明したのはそのイタリア戦の翌月のことだった。シーズン途中の引退、衝撃だったみたいね。シモンチェリが2年間戦った 250cc はこの2009年を最後に 600cc の元2へ移行してしまう。シモンチェリの次なる戦場は、MotoGP クラス、デビュー決定。いよいよ来たわね最高峰クラス。チームはイタリアのグレシーニレーシングだ。これまで MotoGP で8年間アプリリアのバイクばかり乗ってきたが、ここに来てホンダになった。ワークス仕様ではないもののホンダ RC212V はわずか 800cc で200馬力以上。完走重量は155キロ。これまでと桁違いのマシンだ。4月11日、開幕戦カタールグランプリ。今年はフルエントリー17人でシモンチェリは11位だった。まずまずのスタートだ。なお今年初開催のモト2。前年 250cc で最高10位だった富澤翔也がモト2で初優勝し大騒ぎになっていた。第2戦は日本グランプリの予定だったが4月14日にアイスランドのエイアフィアトラヨークトルが噴火。航空便が欠便になり10月に延期された。シーズン中盤、シングルフィニッシュが増えてきた。7月18日、第8戦ドイツグランプリでは6位。9月5日、第12戦サンマリノグランプリ。モト2の富澤翔也の大事故が起こったレースだ。詳しくは別の動画でまとめたから参考にしてほしいぜ。10月10日、第15戦マレーシアグランプリ。前年 250cc で散々争った青山博士と何度も接触する激しいバトルを展開。結果は8位だった。10月31日、第17戦ポルトガルグランプリ。このレースが2010年の最高成績で、4位だった。惜しいあと少しで表彰台。そして11月7日が最終戦、バレンシアグランプリ。予選は自己最高の3番手で決勝レース最前列に並んだ。決勝は6位だった。こうして2010年はシーズン総合8位だった。全18戦でリタイアは2回、シングルフィニッシュ11回だ。後半になるにつれ予選も決勝も順位が上がってきた。すごく安定してるし早くなってきてる。来季、すごい成績が見れそうね。ああ、ダメ押しでいいニュースがもう一つある。2010年の成績が HRC に評価され、シモンチェリにはワークス仕様の RC212V が供与されることになった。ホンダのワークスマシン、これはいけるわ。2011年はこれまでライバルとして戦ってきた青山博士がチームメイトとして迎えられた。なお青山に供与されたのは通常のカスタマー仕様の RC212V だ。同じチームでもワークス仕様のマシンが揃って供与されるわけじゃないのね。2011年はラストイヤーだから丁寧に説明していこう。今シーズンまず前年の噴火に引き続き天災が襲った。3月11日の東日本大震災だ。第3戦に開催予定だった日本グランプリはこの年も10月への延期が決まった。まずは開幕戦、カタールグランプリ。予定通り3月17日から20日まで開催された。1分間の黙祷を捧げたほか、
選手はマシンやつなぎに震災被害者の方へのメッセージを貼り付けて走った。シモンチェリは5位、青山は10位だった。4月3日、第2戦スペイングランプリ。シモンチェリが MotoGP クラスで最も優勝に近かった、雨のレースだ。ロッシとケイシー・ストーナーの2トップがクラッシュ。3番手だったシモンチェリが独走状態となるが、シモンチェリも痛恨の単独転倒でリタイアしてしまった。惜しい、あと少しで MotoGP クラス初優勝だったわね。続いて5月1日の第3戦ポルトガルグランプリ。シモンチェリは予選2番手で自身最高位。決勝はリタイア。ホルヘロレンソが、シモンチェリはアグレッシブすぎる。将来問題を起こすだろう、と発言したことから一時口論になっていた。そのやりとりからわずか2週間後の第4戦、フランスグランプリ。シモンチェリとダニペドロサが激しいに争いを展開。二人はコーナーで走行ラインが交錯してしまい、接触する。早速、ペドロサはリタイア。鎖骨を骨折する大怪我だった。シモンチェリは持ち直したが、危険行為と認定されピットスルーペナルティを受ける。ピットレーンに入って制限速度の時速60キロで走って出る。当然ストレートを全速で走るより遅れてしまう。これでシモンチェリは7位に転落し、最後は5位だった。レース後、ペドロサのチームから大批判を浴びたが、自チームのファウスト・グレシーニ監督はアクシデントであると主張してシモンチェリをかばった。まあでもペナルティ受けたってことはきっとそういうことよね。気をつけないとね。6月5日、第5戦、カタルーニャグランプリ。改めて運営から聴取があり、シモンチェリは二度と繰り返さないことを誓った。ここでシモンチェリは MotoGP クラスで初のポールポジションを獲得。決勝レースは6位だった。6月25日、オランダグランプリ。クラッシュで怪我をしたペドロサの責任を取ってチームメイトの青山がペドロサのレクソルホンダに出向。そして青山を補填する形で日本から秋吉康介選手が来た。秋吉は RC212V の開発ライダーだったためむしろシモンチェリよりもマシンを乗りこなせた。伊達天、秋吉選手、開発ライダーだったなんて、なんかマシンの有益な情報とか聞けそうね。レクソルホンダのワークスマシンで走った青山が8位。シモンチェリが9位。秋吉は13位だった。少し飛んで8月14日、第11戦チェコグランプリ。シモンチェリ、なんと3位、初の表彰台。おめでとうございます。表彰台はホンダ陣営が独占した。これは2006年以来の快挙だった。続いて10月2日、第15戦日本グランプリ。まだ福島原発から漏れ出る放射線の懸念は大きかった。政府から収束宣言が出るのは12月だ。FIM は第三者機関に依頼し栃木県茂木町の放射線レベルを測定。影響ないレベルと確認されたため開催が決まった。元2のクラウディオ・コルティだけは原発事故を理由に欠場したが、残りのライダーは調査結果を見て参加に踏み切った。このレースでは2人の日本人ライダーがスポット参戦した。秋吉康介選手と、宮城県出身でなんとか地元を応援したい気持ちで参戦した伊藤慎一選手だ。2人とも日本を代表するトップライダーね。結果はワークスマシンを狩るシモンチェリが4位。日本勢は全員完走で青山9位、秋吉12位、伊藤13位だった。続いて終盤、10月16日、第16戦オーストラリアグランプリ。シモンチェリはなんと2位、自身の最高位だった。ポールポジション、表彰台、2位を獲得、あとは優勝ね。ああ、成績は完全に上向いていたんだが、ここで第17戦、シモンチェリにとって運命のマレーシアグランプリが来てしまう。この時点でシモンチェリはポイントランキング6位、青山博士は10位につけていた。チャンピオンは2戦を残してレプソルホンダのケイシー・ストーナーに確定していた。場所はセパンインターナショナルサーキット。赤道直下にある高温多湿なサーキットだ。1周 5.5 キロを20周する。10月15日、土曜日が予選だ。シモンチェリは5番手。セパンが得意な青山はカスタマー仕様のマシンで7番手。これは青山にとってはクラス最高位だ。なお16番手にいるのは中菅さんだ。ロレンソの代役でヤマハファクトリーから出場していた。決勝レースは10月16日、日曜日。16時にスタートした。現在2周目に入ったところだ。トップ3台はレクソルホンダ勢。この3台はクラッシュとは関係ない。これがシモンチェリだ。4番手を走っていた。5番手、鈴木ワークスのアルバロバウティスタ。6番手、ブカティのニッキー・ヘイデン。奇跡的に巻き添えを避けた。巻き添えになったのがこの2台、前が8体でもおなじみコーリン・エドワーズ。後ろがロッシだ。隊列は第9コーナーを曲がる。ヘアピン気味の急カーブだ。シモンチェリの RC212V に何か不調は見られたのかしら？いやそういう情報はないな。もうすぐ第10コーナーだ。
ちなみにスターティンググリッドのトップ3をレクソルホンダが占めるのは1997年以来の快挙だ。と言ってる間にいよいよ第11コーナーだ。レクソルホンダの3台は無関係なので退場。これから出てくるが、どうやらシモンチェリのフロントタイヤがグリップを失い、バランスを崩したようだ。どうしてそうなったの？不明だが、出回ってる動画を見るとコーナーのイン側を攻めすぎてるようにも見える。グリップレベルの低い、縁石部分に乗ったのかもしれない。結果、マシンが倒れすぎてしまい、体が完全にずり落ちてしまう。コーナーを曲がっていかず、外側に離れていく。その間にバウティスタとニッキー・ヘイデンが抜いていく。危なかったわね。しかしシモンチェリのマシンはコントロールを完全に失ってはおらず、極端な右荷重に従って急角度でコースに戻ってしまう。危ない。ほぼ直角の衝突コースで向かってくるシモンチェリを、2台は避けようがなかった。左側がコーリン・エドワーズ。右側がロッシだ。エドワーズ、シモンチェリの体にぶつかる。マシンにも衝突。エドワーズの体が跳ね上がる。ロッシはシモンチェリの頭部に衝突。エドワーズのマシンに押されるが持ちこたえる。転倒したエドワーズのマシンに押されシモンチェリのマシンが反対に倒れる。シモンチェリはピクリとも動かない。なおシモンチェリのヘルメットがロッシとぶつかった際に脱げている。ロッシは勢いでコース外まで出るが、転倒を免れこの後コースに復帰する。エドワーズはコース外まで転がる。脱臼、片腕の骨折などの重傷だ。次の最終戦は欠場となる。ひどい事故、転倒して後続車両に引かれてしまうのって、富澤翔也選手の時と全く同じね。ああ、翔也の時も検討されたが、現実的、直接的な対策はないんだよな。レーシングスーツをあまりに強固にすると、レースの時の自由な動きを阻害してしまうからな。なおレースは直ちに赤旗中断となった。メディカルスタッフが現場に急行するが、意識不明、心肺停止状態だったようだ。シモンチェリは救急車内で心肺蘇生を施されながら、サーキットのメディカルセンターへ搬送された。しかし16時56分、この世を去った。24歳だった。若すぎるわ、シモンチェリ選手。グレシーニレーシングはあの加藤大二郎もクラッシュで亡くしていた。ファウスト・グレシーニ監督をはじめチームの面々は本当に悲痛でやりきれない思いだっただろう。シモンチェリの遺体は地元イタリアへ搬送され、10月27日に葬儀が取り行われた。その模様はテレビ中継された。青山博士、高橋祐希、ロッシ、FIM 関係者など数十人のレース関係者と、親族、1万人を超える市民が集まりシモンチェリの旅立ちを見送った。最終戦、11月6日のバレンシアグランプリ。58番のゼッケンを貼って追悼走行が行われた。翌2012年、シモンチェリの生まれ育ったカットーリ角からほど近いミサノサーキットは、ミサノワールドサーキットマルコ・シモンチェリへ改名された。2014年2月3日にはシモンチェリの MotoGP 殿堂入りが発表された。250cc でのチャンピオン獲得1回という実績での殿堂入りは珍しいことだ。大二郎選手も入ってたわね。2016年にはさらに、ゼッケンナンバー58を永久にシモンチェリのものとするため、欠番扱いとなった。なお、今でもシモンチェリは活躍しているぜ。なんと父のパオロ・シモンチェリ氏がレースチーム、シッチ58スクアドラ・コルセを立ち上げたんだ。2023年で創立10周年となるこのチームはイタリアの若手ライダー育成を目的としており、現在では MotoGP の Moto3 クラスに出場するほど大きいチームになっているぜ。シモンチェリの活躍は途絶えていないのね。これからはぜひチームの活躍ぶりを楽しみに見させてもらうわ。以上、今回はマルコ・シモンチェリの生涯と、2011年 MotoGP マレーシアグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。